ジェイコブ。どうだ、綺麗だろう。二度目の完璧な計画を立てた。それで？借りたいものがある。三人のスターリックの子分を拝借するとしよう。狡猾な悪魔め。ああ、今回は俺も同行する。君に栄誉を独り占めはさせないぞ。さあ、俺の馬車で行くとしよう。ルイス、使える臆病なバカどもは自ら牢獄を作った。なんという無駄だ。だけどギャングを作っただろ。いやいや、監獄は流動的な状況に即さないだろう。俺なら彼らを束縛などしない。そうか。鳥はどうなんだ。あれはナショナルギャラリーなら飽きることなく見ていられるな。スターリックは芸術に関心があるのか。彼は恐ろしく才能のある女性、ハッティ・キャドワラダを雇い、美術品を入手させている。とびきりのセンスの持ち主だ。スターリックの収集屋っていうだけでさらうのか。いやいや違う。彼女をさらうのは芸術を愛するからではない。美術品の売却益がスターリックの事業の資金源になっているからだ。芸術を金に絡めるのは禁物だよ。馬車と待ってな。彼女に会ってくる。素晴らしい。馬車を回して積み荷を待ってな。すぐに戻る。この辺りの誰かが行方を知ってるはずだ。ミス・ハッティ・キャドワラダーはどこだ。見てないわ。でも何をしてるかは知ってる。何をしてる。芸術品は盗んでる。近くで彫像をくすねてたわ。彫像はこの辺のはずだ。さて、彫像はどこだ。なあ坊や、ここで何があったか知らないか。盗んだ人を見ました。キャドワラダーか。下水道に隠れてます。やっぱり下水道だよな。また一人悪党が逃げた。驚きだな。なんで下水道なんだよ。
ミスター・スターリックに届け物が向かってると伝えて、今の労働条件にうんざりしてることもね。スターリックの使いじゃない。じゃあ誰？マクスウェル・ロスがよろしくだそうだ。嬉しい驚きだ。ミスター・スターリックが黙ってないわよ。ミスター・スターリックが黙ってないわよ。なぜアルハンブラを？それは実に楽しい。行こう。優れた犯罪者は不正に得た利益の投資先を求める。そのついでに軽い娯楽で世間の注意をそらす。それが一番いい方法だ。おいおい、演劇で好評を得る楽しみがないとは言わせないぜ。喝采と称賛か、それとレビュー。楽しませてもらうのが好きなんだよ、ジェイコブ。作品に満足すれば最高の気分になれる。ああ、公演か。スターリックの警備責任者が住んでる。その名もベンジャミン・ダッフルズ。彼を怒らせた者は前触れなく消える傾向がある。いい友達になれそうだ。注意しろ。彼の護衛は決して離れない。差し金か、悪党め。それは違うぞ、ミスター・ラフルズ。あんたが仕えている男こそ悪党だ。我がかぐわしきラッフルズよ、また会えて実に嬉しいよ。地獄に落ちろ、地獄に落ちろ。では一緒に後ろに行こうか。あんたんとこのルイスって何者だ？少し変わり者だろ。数年前にやってきたんだ。堅苦しいよな。だが常に礼儀正しい。それに他にも多くの才能を持つ。誰を探すんだ？チェスター・スワインボーン。昼間は警官、夜はタレコミ屋だ。排除すればスターリックと警察との結びつきを断ち切ることができる。偽装を続けられてるってことはやり手だな。まさにその通りだよ、ボーン。そうだ、行け。
行こうか。落ち着け。警官だらけで鳥肌が立つな。スコットランドヤードだからな。落ち着けスワインボーン、騒ぎを起こすな。こんなことしてただじゃ済まさんぞ。それはどうかな。どこへ連れて行く気だ。友人が挨拶したいそうだ。Thank you. I see. It's really as simple as that. Shouldn't you be at home with her then? ロスか、久しぶりだな。ずいぶんだらしなくなったな。残念だ。さて、一緒に後ろに乗ろう。見事だ。またアルハンブラへ会いに来てくれ。さらなるお楽しみを用意しているぞ。